宮古高校出身、専門学校那覇日系ビジネスエアラインビジネス科2年、砂川よしかです。大手航空会社に内定をいただきましたエアライン業界に本気で就職したいと思って思い切って学校に行きました。最初はグランドスタッフになろうと思ってて、でも実際に CA だった担任の先生から魅力とかやりがいを聞いていくうちに、だんだん自分もその仕事に就きたいと思うようになりました。丁寧な言葉遣いや立ち振る舞い、人の前に出る仕事なので、そういうことを徹底的に学びました。両親にプレゼントをしたいです。自分の目標をしっかり明確にして、またくじけそうな時は前向きに頑張ってください。空の上で会いましょう。